はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、どうも、あさみです。今日は、ネイチャーロード、あ、違う、マリオカートイートデラックスやっていきたいと思います。コースはネイチャーロード 150cc ですね。では、やっていきましょう。3、2、1、GO! さあ、行きましょう。第1レースね。まず、アメリカの方とスペインの方が、で、ちょっと、なんか、かなり弾かれますね。ちょっと、あれって、おっと、バックスナイプ、赤バックスナイプ気をつけて飛んで、前期の子っぽいですね。おう、バナナに当たって、ちょっと加速して、赤をちらつかせて一回投げて、ジャンプアクション、決めて、ちょっとここら辺投げておきましょうか。投げといて飛んで、とりあえず5位。後ろはキノコですね。で、前が、ちょっと見えないけど、解放してキノコですね。すごいなんかキノコが出やすくなった感じ。危ない。落ちそう。コインがない。うわ、危なかった。あ、当たるんかい。当たっていって、ラグかな ?6 位ですね。さあ、後ろ落ちましたね。で、前が緑だらけで、とりあえず5位。コインが1枚でも欲しい。いいボム。へい、ちょっと避けられなかった。これあと1個使って、行って飛べなくて、ジャンプして、キノコ使って、ブーメラン気をつけて、緑スナイプ気をつけて、消えましたね。前の方が消えてさ、現在6、一応まだ詰まってる。何今、なんかフラワー持ってた。フラワー持ってる。フラワー持ってる。投げないでね。ちょっと怖いよ。とりあえず3位。防御アイテム出なかった。赤ですね。立ち上がりに使って、さあ8位。さあここからジャンプアクション決めて、コインが足りない。1個でも取ってジャンプアクション決めて、あ、キノ1かけど、なんかみんなキノコっぽい、キノコっぽい。伸びて5位かな。まあ、一応、6位以内なんでいいとしましょう。グラス3ですね。あ、けど結構、だいたい同じ感じのお部屋かな?悪い感じのお部屋じゃないですね。では次のレース行きましょう。はい、次のレース行きましょう。マリオサーキット 150cc ですね。走っていきましょう。3。2、1、5。さあ、行きましょうか。ここちょっと前に練習したんだけど、走り方もちょっと覚えてないよね。危なかった。さあ、解放、赤持ってるんで、ちょっとブレーキ踏んで、前の方投げてもらって、ちょっとこっち解放して、SS もらって2位ですね。こっからまずジャンプアクション決めて、これ、後ろ見ながら難しいんだよな。なので、ちょっと先に防御しときましょうか。危なかった。さあ、バナナが危なくて、赤飛んできたから。うまい。そのボム兵はお上手。さあ、完全にわかんなかった。わかんなくて、じゃあ飛びましょうか。飛んで、4位ですね。こっから、アイテムは特に持ってないかな。あのアメリカの方のスナイプが怖いですが、さあ、緑ゲットして、コインを1枚でもゲットして、さあ、前の方が緑当たりましたね。緑当たって、危なかった。緑消されちゃいましたね。消えてしまって、さあ、5位、赤、危なかった。今の赤取ったかと思った。さあ、わさびじゃないとこに赤が飛んでいって、現在4位ですね。このイカちゃん効くね。全然因がつけない。さあ、こっからですね、後ろがスターだらけでアイテム持ててない。ちょっと外に避けておいて、ちょっと最終ラップに備えてコインだけ集めて、さあ9位まで落ちましたね。さあ8位。前結構離れてますね。で、後ろスターで、とりあえず1個取って、さあコイン9枚、コインは十分ですね。さあこっから、ブーメランが、あの方か。イギリスの方がブーメラン危なかった。危なかったんで、こっちで使ってさあ4位。こっからですね、さあ3位、ジャンプアクション決めて、1個使いましょうか。1個使っておいて、さあ、ここはしっかり2個取って、さあ、ナイス?さあ、ナイス攻め。あー、けど今のイン行くべきだった。トゲゾウが行って、受けてください。1位じゃない。さ
さあ、惜しかった。1位だと思った。2位でしたね。さあ、残念ですが、まあ2位なので、よしとしましょう。どうにか上がれましたね。はい。では、行きましょう。DK ジャングル 150cc ですね。ちょっとレート3万7000ぐらいの人が入ってきましたね。3、2、1、ゴー、しっかり走っていきたい。さあ行きましょうか。まあここちょっと苦手コースなんで、なんとも言えないんですが、7D は決めずに、お尻背負っていきましょうか。ここからお尻背負って、ちょっとダート入って、SS もらって、ちょっと緑離して、さあスナイプ成功して1位に出るが、ここから逃げ切れるほど自信ないので、とりあえず普通に走っていきましょう。赤が来て、コインが1枚でも欲しくって、一応交換しましょうか。一応交換してなんか飛んできそうなんで、一応バナナにですね。さあバナナに好かれていますね。さあバナナ DK ジャングルだけあるのかな。さあこっから、うん、後ろスペインですね。スペインの方がいて、なんか飛んできた、なんか飛んできたっぽかったけど、さあちょっとミスってジャンプアクション決めて、でさあ原住民はしっかり避けたい。ここ結構よく引っかかるので気をつけたいですね。コインが4枚なのが痛いけども、とりあえず解放して、おバナナ今コインだと思った。さあわさびのコインを取りたい欲を黄色い物体で、危ない、やられた。ちょっと避けられなかったですね。さあとりあえず3位ですね。こっからまた行きましょうか。コインが0枚になってしまったので、おお今は何、なんか緑かな、何かね、当たったアイテム取れなかった。トゲゾウに当たって6位、7位、8位、下に落ちてさ、散々9位、ちょっからさ10位ですね。さ11位12位、もうほぼ最下位。こっからどうにか上がっていきたい。さあ最初の1位は夢みたいなもんです。さあまたアイテムスルーして、さジャンプアクション入れるのミスってさ10位、こっからですね。さあコインはかすめ取られて、かすめ取られてるんです。避けたかった、避けれない。さあキラーを引かれてしまった。一応スタート、これもコイン集めてる場合じゃないしですね。さあこっからただ上がれるかな、厳しそう厳しそう。8位、スター、キノコキノコ、サンダー回避、キノコキノコ、4位、おお、どう、一応上がりましたね。よかったよかった。ちょっとダメかと思ったんですが、あれ3万7000の方、さすがです。1位ですね、さすがって感じ。じゃあ次のレース行きましょう。レインボーロード 150cc ですね。行きましょう。3、2、1、ゴー。さあ行きましょう。さあレインボーローですね。まずは解放して、解放して、ちょっと SS 怖い、何かに当たったあったな。ちょっとブレーキ踏んで危なかった、ちょっと落ちそうだった。コイン、おお危なかった、うー当たるんかい、これ届く届く届いて届いて、危なかった。さあジャンプアクション決めて、インを攻めながら行きましょうか。解放して、ちょっと攻撃的な部屋ですね。さあガンガンいろいろ飛んでくるスターですね。スターゲットして、さあ加速いただいて飛びましょうか。飛んでスターを使って飛んで、ここからですね、ちょっとブレーキ踏みながら踏んだけどダメだった。で後ろからスターが2つ来てますね。1個使って1個使いましょうか。さあここからですね、6位、さあインを突きながら、ここもついてパックン使いましょう。パックン追加って、さあ5位ですね。ジャンプアクション決めて、こうかな、こういって、とりあえず2個2個取って前についていきましょう。赤が自分なんで、スターを待って使わされてしまって落ちましたね。ちょっと、お、けどサンダー回避？さあ、神回避来て、こっからですね。4位、解放して、さあ、パックンに頑張ってもらって、ちょっと怖くて、さあ、3万7000の人が落ちましたね。さあ、わさび1位の時代来たかな？ちょっと、
ターボが解放できなくて、ちょっと集中していきましょう。走りがブレーキ。なあ、こここんな難かったっけ。投げて、使った、消されましたね。消されたんですが、ここからですね。せっかくサンダー回避できたんですが、ちょっとこのコースうまく走れない。さあ緑ですね。緑はそのまま持ってって、このキノコ完全に罠、危ないやつですが、またサンダーが降ってきた。これ右から行きましょうか。加速して、抜かれましたね。抜かれて、ただ2個持ち、あ、行かないんかい。だったら行けばよかった。さあメガホンですね。メガホンでやってブレーキ踏んだけど間に合わなくて2位ですね。ちょっとうまく走れなかった。うまく走れてたら1位取れたかもしれないですね。やっと3万の方が1位から落ちましたね。7連続ぐらい1位取ってたかな。ということで、今日はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまたお会いしましょう。